Is it the truth that you believe in tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. わあ、楽しみ。あるかな。ねえ、ドキドキだね。どうしよう、何もなかったら。今日どうするっていう話になっていく。続いて目的地は左側です。うん、この赤茶色の家が目印だ。曲がって、ここ曲がってみて。記憶が戻ってきましたか。記憶がね。蘇ってきたんですね。ああ、そうだ。これだ。あ、もめもめ。ごめん。留萌の道の駅から10分ぐらいかな、うん、もうちょっと上に進んだところにある大平町の薄谷っていう場所だね、うん、で薄谷漁港というところに来てるんですけど、今日はここにね海鮮を買いに来ました。嬉しいね。ここねホタテとタコが美味しいんだよね、うん、ホタテとタコ、そうそう、マジすごっ。これ何回ってる。干物ってこうやって、本当だね、危ない。辛いな。え、辛い？辛い。へぇー。わぁ、なんかすごい海の匂いがして、漁港って感じだね。ホタテかタコ。え、なんか。何もない。あれあれあれれれれなんか、何もないな。ホタテとかさ、こういうところにバーってあったよね。こんにちは。はい、タコってありますか？ないです。あ、ないですか。ホタテはないですか。あ、ないですね。わかりました。ないって。なんかやばい雰囲気漂ってないこれ。何もないもんね。おかしいよね。こんないつもここにもういっぱいバーって畑とかが入って置いてて、はいはいはい、畑いっぱいダメだから。あ、そうなんですか。海賊畑だもん。うん、売られない。え、なんでですか。海賊え、ここじゃないよ。ああ、ここ近くで出てるからここの。あ、じゃあ船も出てないんですか。家が全部売られない。あ、そうなんですね。そうなんだ。今月いっぱいですか。今月ぐらいだったらいいと思う。あ、そうなんですね。あ、またありがとうございます。また来ます。忘れていた。はい、また来ます。ありがとうございます。どうしよう、どうしよう。薄谷漁港というところに来たんですけど、うん、何もない。はい。お。タコとホタテがここすごい美味しいところ で、うん、で今めっちゃ旬なのよ。そうそうそう、ホタテがめっちゃ旬で、なんかね、もっとそのお店の前にバーって売ってて、うんうん、ね、なんかその場でこう剥いてくれたりとか、そういうのがあるんですけど、テレビで見たの。そう、何にもなくて、うん、そしたらそこの方が教えてくださったんですけど、うん、なんか海賊が来たからね、もう分かんないけど、うん、この辺りで海賊が出たから、うん、なんかもう今月いっぱいは売れないみたいな、うん、海賊のせいで、せいでっていうか、海賊何も買えませんでした。やばい。どうしよう。動画はおしまいになります。頭悪すぎ、頭悪すぎなことがありました。はい。頭悪すぎなことがありました。頭悪すぎなことがありました。本当にそうでございます、はい、なので緊急で動画を回して頭が悪すぎて緊急で動画を回す反面に、はい、先ほど薄谷漁港に行ってきたんですけど、うんうん、この辺で海賊が出たから、船が出て出ない、船出せないんだよねって、だからしばらくないわって言われて、うんうん、えって海賊って、海賊出たんだってみたいな感じで、私たちは理解して、じゃあまたリベンジしに来ようと思って終わったんですけど、うんうん、そのことをちょっと私が
の両親に連絡して、うん、海賊が出たから漁港何もなかったわって言ったら、うんうんうん、えって海賊じゃないって言われましてあの私たちも何にも気づかなかったんですけど、うん、もう2人とも本当にバカすぎて海賊出たんだってって海賊ではなく海賊でした。なんかさ、うちら的には、うん、その海賊が出たからって言われて、うん、えってなったけど、うん、まあでも、うん、海賊出たんですかって言ったんだよね。言ったけど、まあ向こうはきっと海賊出たんですかって聞こえてるから、うん、うん、みたいな感じで言って、うん、ってなってたんだよね。え、なんでですか？海賊でも、まあ、7月末から船出てくれるならまたその時来ようとか思って。海賊って時期決まってんだ出る時期末になればもう安心だよみたいな、ね、なわけないよね。とんだ勘違いをしてたみたいですね、うん、私たちは、うん、びっくりだろうね、本当あのおばちゃんも、いやおばちゃんもびっくりだわ。海賊なんて言われるって思わないじゃん。思わないよね、おばちゃんも。そうだよね、うん、だからさ、まあちょっとゾに聞こえててもさ、うん、ヤマット、まあ、海賊だよなって思うよね、多分。そうだよね、うん、海賊ではありません、はい、海賊です。海賊です、はい、失礼しました。失礼いたしました。はい、というわけでまたリベンジしたら、ね、動画を撮りたいと思います。はい、というわけで、はい、あれから1週間、うん、違う3週間後ぐらい、うん、3週間ぐらい経ったかな。そうだね、もう8月に入ったから、うん、海賊のせいでホタテが食べられないという事件がありましたので、はい、今回はリベンジしにまたまたルモイへやってきました。はい、今日こそは食べたいけどどうでしょう、ね、やってるかな、ね、なんか7月末ぐらいからはっていう話だったので、うん、もう大丈夫だとは思うんだけど、うん、ちょっとドキドキ。もう少しだわ。もう少し、うん、タコとホタテが食べたいんだよ。食べたいね、本当に食べたい。やだ、ドキドキするよ。うん、え、なんもない。あ、タコありそう。タコありそう、本当？来ました、薄谷漁港到着です。うわぁ、どうする？まず、奥から攻める？そうだね、ぐるっと見てみよう。うん、お店自体はいっぱいあったけど、ね、あんまり何も出てないんですよね。この辺何もないもんね。うん、ホタテは扱ってませんとか書いてある。ああ、今日も回ってはいますよ。大きい。吸盤すごくない？すごいね。あ、すいません。デカダコ。ボロンって一回入ってる。今一個カットをお願いして。ありがとうございます。ありがとうございます。胃袋だって。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。やば、すごい量じゃない。え、ちょっとさ、いっちゃってよ1個。食べちゃう。だってもうこんな切って醤油までかけてくれて、うん、なんかうわ透明じゃない。本当だ。おいしそ う、 うすごいね、これめっちゃ美味しそうなタコ。全部切ってくれた。美味しい。あんま。ね、めっちゃ美味しい。やばい。うわっ。待って、マジうまい。やばくない？柔らかくない？プリプリ、コリコリ。ずっと噛んでたい。いやね、わかる。最高のおつまみじゃない、これ、うん。すぐ食べれる状態にしてくれるのがめっちゃありがたい。ね、これなんだっけ？胃袋。胃袋？うん。食べてみようか。うん、胃袋どんな感じ？うん。違うの？うん。なんかもっとふっくらしてる。味は一緒？うん、味はタコ。うんうんホタテ。お、ホタテの旗が立ってますよ。ホタテ。うわ、あるよ、あるよ。
こんにちは。最高なんですけど。1枚100円と120円と150円。動いてる、ね、動いてるね。これでかっ。150円のを4つ今食べたいんですけど、はい、お願いします。この場で抜いていただきます。うわ、やばい、めっちゃうまい。すごいね。じゃじゃじゃ、やばいっしょこれ。うわ、え、だってほんと厚みやばいよこれ。厚みすごい、ね、やば、めっちゃ美味しそう。はい、もう優勝、優勝です。その笑顔にもなりますわ。でかすぎる、マジで。見てこの分厚さ。厚みすんごこれさ。一口でいっちゃっていい？一口いっちゃおうよ、せっかくだから。すぎるけど。いただきます。どうぞ。入るかな。入るんじゃない、頑張れば。ギアだけ調整していただいて。ギア調整してね。うん。やばい。気絶しそう。季節レベル、うん、めっちゃうまそう。甘い、うん、これはもうすぐ食べて。マジ、うん、言うことない。見たまんま、見たまんまの美味しさ、うん、当たり前に美味しいです。やばすぎる、贅沢だね、うん、一口。その顔になるよね。やば、うますぎる。めちゃくちゃうまい。甘いね。甘いマジでうまい。マジでうまいね、うん、なんかほんとドライブの途中に来てさ、うん、その場で剥いてくれたりこうやって切ってくれるからさ、うんうん、すぐ食べれるからいいよね。ね、だってさ、こんなに何にも持ってこなくても食べれちゃう。そうだよ、ドライブのさ、お供にさ、いやほんとね。続いてはお昼ご飯を食べに来ました。はい、ここはね、ブモイにある高麗館というお店なんですけど、はい、大きいね、うん、大きいね。ここは焼肉屋さんなんですけど、うん、なんかラーメンとか、うんうん、定食とか、うん、いろいろ揃ってますね、はい、焼肉以外もめっちゃ充実してるお店なので、はい、早速、うん、食べに行きましょう。めっちゃ混んでるね。めっちゃ混んでる。ここはルモイの人気店。うん。ランチタイムサービス。定食めっちゃあるよ。すごーい。いろいろある。焼肉メニュー。普通に焼肉屋さんだからやっぱお肉がいっぱい、うんうんうん。ここで焼肉は食べたことないんだよ。ないね。おーおー、いいね。韓国料理。ビビンバ最高。種類多くない？ビビンバ。確かに。スープ系もあるんだ。一押しがですね、ラーメンなんですよ。ここの推しというか、うんうんうん、人気メニューがこのユッケジャンラーメンなんだよね。そう、結構看板メニューになってるみたいだよ、うんうんうん、ユッケジャンラーメンが。リサはそれにしようかな。それいつも通りなんだけど、リサこれしか食べてません、この来た時。こんなにメニューあんのにね。リサ大好きラーメン。ユッケジャンラーメン大辛かな。大辛いけんの。うん、私はですね、今日は決めてるんです、もう、はい、何かと言いますと、ホタテバターラーメン。やばくない？すごい、ホタテバター。またホタテ食べるじゃん。これ実はね、リサのパパが食べてたんですよ。この間一緒に来た時に、うん、リサのパパ食べてて、うん、うまそうと食べたかった。これめっちゃいいと思って、今回はバターにします。はい。急げ急げ、バターが溶けるぞ。急げ急げ。はい。見てホタテ。
いた。やばいっしょ。やばい。これね、2個入ってるから。マジ？うん。本当だー。すごい。ちょっと溶かしたところで。野菜もいっぱい入ってる。そうだよね。めちゃバター。めちゃバター。大して、めちゃバター。めちゃ。よかったね、念願の。これ、うまい。ホタテ効いてるスープに、うんうん、バター、マジで。あ、なんかね、イカとかも入ってる。そうなの？そう。あ、本当だ。それイカだったの？おう。いいですね。野菜すごい。すごいよね。辛い？大辛だもんね。そりゃ辛いわ。安定ですか？安定です。大辛でも、うん、まあ、普通に辛いの得意な人は、うん、食べてたらちょっと緊張するとか。あ、本当？そういうレベル？うん。焼肉屋さんのユッケジャンラーメンはうまいよな。うまい。いいね、チーズレバン。いいよね。米欲しくなるね、それ。なるなる。合いそう。うん、味濃いからね。うん、結構ニンニク効いてるのかな。ああ、そうかもね。ね、うん。もらっちゃうね。いい辛さだ。うん。うん。うまい。うん。辛いよ。わあ、うまっ。美味しい辛さだわ。ね、美味しい辛さだよね。全然ちょうどよくない？うまいでしょ？あった。すごい。めっちゃ飲んじゃう系スープだよ、それ。うまいね。結構美味しい。結構美味しいぞ。結構美味しいでしょ？バターこんなにいっぱいあってくどくなんないのかなって、うんうん、全然ちょうどいいね。ちょうどいい。ほんとくどくなんない。もうね、ラーメンここに置いた瞬間ですごいバターとホタテの香りが、やっぱホタテとバターって相性最強なんだわ。最強だね。